ディレクターの皆さんごきげんよう、ジュネです。このチャンネルは様々なカルチャーの縦糸を闇の横糸で繋いでいく永遠の皇族の皆さんのためのチャンネルです。本日ご紹介したいのはこの異様な球大関節人形で有名なハンス・ベルメールでございます。以前のこちらの渋沢達彦のご紹介をさせていただいた動画でもちらっと名前を出したんですけども、このハンス・ベルメールという人、日本ではですね、球大関節人形の生みの親として非常に有名な人ですね。日本の球大関節人形の草分け的存在である吉谷志門氏や吉田良氏なんかもですね、このハンス・ベルメールの影響で人形制作を始めたと語っていらっしゃいます。かの広角機動隊の映画イノセンスのオープニングにもですね、愛玩用ガイノイドハダリーが作られるシーンがあると思うんですけども、ここのですね、元ネタはですね、ハンス・ベルメールの人形なんですね。また皆さん、静岡もとい、サイレントヒルというゲームですね、ご存知かと思いますが、この2にですね、マネキンという名前のクリーチャーが登場するんですけども、これもですね、ハンス・ベルメールの人形がモデルになっているんですね。本日はですね、この後世の様々な作家や作品に影響を与え続けている、ドイツが生んだ異端の芸術家、そしてナチスドイツに芸術という武器を持って反対した、ハンス・ベルメール、一体どういう人物なのか、そのプロフィールから残した作品のバックグラウンドまでですね、解説していく動画にしていきたいと思います。それでは、レッツゴー!ではまずこのハンス・ベルメールという人物ですね。どこでいつどのように生きた人物なのか、簡単なプロフィールを振り返っておきたいと思います。彼は1902年、当時は、ドイツ帝国の一部であった現在のポーランドに生まれます。当時のエンジニアであった厳しい父の影響もありですね、1923年、ベルリン工科大学に入学するんですけども、当時はダダイズムが巷を席巻していた時代。以前のこちらのですね、ノスフェラトゥの動画でも詳しく説明しておりましたけども、まあ、当時のヨーロッパというのはですね、その第一次世界大戦を経験した直後でですね、それまでの伝統的な価値観とか文化に対する反発っていうのが起こっていてですね、ヨーロッパの各地でですね、こう様々なそれまでの古い価値観っていうものを否定する新しい芸術運動っていうのが次々起こっていたんですね。で、そのうちの一つ、ドイツで起こっていたのがですね、このダダイズムという芸術運動だったわけですが、ベルメールはですね、このダダイズムの芸術家たち、まあダダイストなんて言うんですけども、彼らに感化されてですね、途中で大学を辞めています。そして食事校見習いとしてしばらく修行するんですね。食事校というのはですね、昔の本っていうのはその1ページ1枚その印刷するときに、この組版と言われるもので、こう、スタンプをしていくような形で、印刷っていうのをしていたんですけども、この組版っていうのはですね、こう、箱のようなものに、こう、一文字一文字、こう、ピンセットでですね、まあ、鉛でできたそのスタンプのようなものをこう、詰めて、こう、できた一つの型みたいなものだったんですね。で、この本を印刷するための組版にですね、こう、文字を詰める、職人のことを、食事工と呼んだんですね。まあ、今現在の本はですね、そのパソコン上のデータをそのまま出力して印刷するという方法になっているので、もうこの食事工の人はもうほとんど存在しないんですけども、で、まあその歪みのないようにこう一文字一文字埋めていく、まあ職人技だったので、まあベルメールはその食事工としてですね、まあ大学中退後、しばらく見習いをしていたんですね。で、その傍らですね、小説の表紙や挿絵などを手掛けるようになってですね、1926年24歳の頃、デザイナーとして事務所を構えて独立をします。転機となったのは1932年、ドイツのベルリンでホフマン物語というオペラを見たことがきっかけでした。ホフマン物語というのはですね、18世紀から19世紀頃に来たエルスト・テオドール、エルスト・テオドール・アマデ、エルスト・テオドール・アマデウス・ホフマンという名前のですね、まあ、そのドイツの作家、まあ、音楽家がですね、その残した小説があるんですけども、このホフマンさんのですね、小説をこう、いくつか複数組み合わせて、1881年に上演されて、その後も何度も、上演されている、まあ、オペラなんですね。で、このホフマン物語というオペラの中に組み込まれている小説の一つにですね、もともと砂男という名前のタイトルだった小説がありました。この小説ですね、主人公の男性が自動人形オリンピアに恋をするという物語なんですね。この自動人形というモチーフがですね、ベルメール人形制作のきっかけを与えたと言われています。
翌年1933年ベルメールは初めての人形制作に着手し、1934年には初めての写真集人形を、自費出版して刊行します。まあこの人形という写真集ですね、まあこんな感じの、写真を掲載した写真集だったんですけども、当時のドイツはあのアドルフ・ヒトラーが先導するナチズムが政権を握っていた時代でした。まあこのナチスが一体何をしたかといえばですね、例えばポーランドに侵攻して第二次世界大戦を引き起こしたとか、ユダヤ人を大量虐殺したといったまあことがよく知られていますけども、その政策の一つにですね、健康志向というのがあったんですね。ナチスの政策の根本にはですね、優秀な民族アーリア人による統一国家を作るというのがあったわけですね。それゆえにアーリア人ではないユダヤ人の大量虐殺という経緯につながってしまったわけですが、まあこのアーリア人のイメージというのがですね、金髪で勇敢勤勉で健康で強いというイメージだったですね。それゆえにナチスは国民の食生活改善運動や反タバコ運動なんかを推し進めていたんですね。そして一方でその健康志向に対してですね、不健康そうなもの、風紀を乱すようなものを大敗的であると称してですね、弾圧をしていきました。そんな中でベルメールはですね、この人形という不気味でエロティックな写真集を出したわけです。この写真集、ナチスドイツに大敗的であると非難され、1938年、ベルメールはついにドイツからフランスのパリへ亡命することを余儀なくされました。しかしこの時一方でですね、フランスではシュルレアリスムが巷を席巻していました。先ほどですね、あの第一次世界大戦の反動でですね、ヨーロッパ各地でいろんな新しい芸術運動とかが生まれていたという話をしましたけども、まあ、ドイツではそのダダイズムやドイツ表現主義という形になっていて、フランスではこのシュルレアリスムという運動が起こっていたわけですね。まあ、このシュルレアリスムの代表的なアーティストとしてはサルバドール・ダリだとかルネ・マグリットなんかが挙げられますけども、まあシュールって言葉は皆さん多分ご存知ですよね。まあその不気味なもの、ちょっと変わったものみたいなのを指す俗語ですけども、このシュールの語源になっているのがですね、このシュルレアリスムという芸術運動だったんですね。でこのフランスのシュルレアリストたちはですね、ドイツからやってきたベルメールの表現を絶賛するんですね。しかし翌年1939年には第二次世界大戦が勃発します。この中でドイツとフランスはですね、まあその枢軸国側と連合国側でこう敵対してたわけですから、ドイツ国籍だったベルメールはフランスの収容所に抑留されてしまいます。この抑留中にですね、ベルメールは様々な詩だとか、まあ、肉体論といった、たくさんの文章を書いていてですね、これらの文章は後にまとめられてイマージュの解剖学とタイトルされた書籍として刊行されます。第二次世界大戦が終結した後、ベルメールはですね、ポール・エリュアールという人の詩とベルメール本人の、人形の写真との合作であるですね、人形の遊びという書籍を刊行して以降、人形制作をやめてしまいます。つまり実はこのベルメールという人がですね、人形制作をしていたのは1930年代から40年代にかけてのたった10年そこらしかないんですね。しかし今現在に至るまでですね、まあ、特に日本の球体関節人形の話をする上では必ず名前が引用される作家ですので、実はかなり佳作なんですけども、彼の人形の持つインパクトというのはですね、今の絶大なんですね。人形制作をやめた後は様々なエロティックな版画だとか絵画、写真といったものを制作します。彼はこの間にあのジョルジュ・バタイユの、ガンキュータの挿絵なんかも手掛けています。そしてベルメールは1975年膀胱癌でこの世を去ります。享年75歳でした。私が持っているこちらの著作はですね、イマージュの解剖学とは書いてあるんですけども、まあ、ここの目次に書いてある通りですね、彼が自費出版という形で刊行した初めての写真集人形と、ポール・レアージュの詩を添えた、写真集人形の遊び、そして最後に三文集、イマージュの解剖学をまとめた、まあ、こちら日本語版の本でですね、こちらを翻訳しているのはですね、渋沢達彦と並んで、異端の美術評論家と名高い、ドイツ文学者の種村末広なんですね。まあ、またこのディレクターとの大先生、種村末広氏についてもですね、特集動画作る予定ですので、お楽しみに。で、本日はまあ、こちらの著作の中から、写真を引用しつつですね、ベルメールの作品の特徴というものに迫っていきたいと思います。ベルメールの人形のですね、やはり最大の特徴というのはですね、一つ目、モチーフが等しく少女であること。二つ目、そしてその体がバラバラに組み替えられて、歪に歪んでいること。まあ、そうした点にあると思うんですね。で、ここにこう、どういう背景があるのか、そのバックグラウンドについて見ていきたいと思います。まあ、まず一つ目のその特徴について話していきたいんですけども、
ベルメールはですね、ロリコン、もとい少女というモチーフに非常に固執した人でした。まあ、ここにはですね、厳しく暴力的であった父への反発と、反対に優しかった母への愛情といったですね、まあ、心理的背景もあったんですけども、その少女への愛というものがですね、なんでこんな形になってもうたのか。というのはですね、まあ、個人的にはやっぱり少女に憧れすぎたあまり、少女の破壊衝動に駆られてしまったというように今見受けられるんですね。つまりまあそのベルメールはですね、自身の著作の中で少女のことをバラ色の領土などと呼んでいるんですけども、どれだけ憧れてもその魅力は手に入らないどころか、自身をからかうように嘲笑してくる。そういう風にベルメールは同時に感じていたんですね。でまあそうした憧れみたいなのをですね、まあ例えばルイス・キャロルは不思議の国のアリスなどですね、まあそうやって文学に昇華させたりとか、あるいはピエール・モリニエのおじさんみたいにですね、自身が憧れそのものになるとかですね、まあ人によってその欲望の昇華の仕方っていうのはまあいろいろあると思うんですけども、ベルメールはですね、それが征服欲、破壊衝動に繋がったタイプなんですね。彼は著作人形の中でこう自問自答します。人形を作ることこそは少女たちに対する決定的な勝利を意味するものではなかったか。彼の人形が関節ごとにバラバラになっていたり、中の構造が全て暴かれたような作りになっているのは、澄ました少女の物思いを一枚一枚剥がしてやる、少女の秘め事を白日のもとにさらしてやる、そうした思いからだったんですね。そして二つ目の、なぜこのような歪な形をしているのかという話なんですけども、ここにはですね、当時ドイツの政権を握っていたナチスドイツへの反発がありました。先日の通りですね、ナチスというのはですね、健全で強いアーリア民族という像を求めて国民の強制同一化、そして、国民たちのまあ健康促進キャンペーンを頑張っていたわけですが、国民がみんな健康になるんだったら良くない?と一見いい風に聞こえるかもしれませんが、その裏ではですね、非人道的な人体実験があったり、精神や身体に障害を持つ人を安楽死させたりといったことがあったんですね。ベルメールはそうした行き過ぎた健康志向というものに反発をします。そしてそのカウンターとしてですね、健康な身体の真逆を連想させるようなこの異形の人形たちを作り上げていったんですね。またベルメールにとってナチスへの反発というのは同時に父への反発も意味していました。厳しく暴力的だった父はですね、ナチスに非常に傾倒していた人物だったそうで、つまりナチスに反抗することがベルメールにとって父への反抗も同時に意味していたんですね。なのでまずベルメールはですね、1930年代からドイツをナチスが統治し始めてからですね、デザイナーという職業を放棄します。働くということは国の経済に貢献することでもあるんですね。なのでベルメールは、誰がナチスに貢献するかよと、まず働くことをやめるんですね。そしてベルメールの父というのはですね、まあ当時のその技師、まあエンジニアの人だったんですけども、ベルメールはですね、その父が仕事で使った工具をですね、わざと使って、この反ナチス的人形たちを作り上げたんですね。彼の人形を作るという行為はですね、ナチス、そして父への嫌がらせもあったんですね。なのでまあ、ベルメールの人形というのはですね、まあ一見エロティックでありながらですね、やはりその人形という特性上、まあ暗くて静かな印象を受けるかもしれませんが、その作品作りの根底にはですね、徹底したカウンター精神というのがあったんですね。以上、ハンス・ベルメールのプロフィールとその作品についてのご紹介でした。日本の球体関節人形に多大な影響を与え、そして今なおその影響を与え続けている、そのハンス・ベルメールの人形の力というのはですね、やはりそのタンビーでエロティックな雰囲気と同時にですね、その根底にカウンター精神があるというですね、その非常にパンクロックな存在でもあることも、また一つの理由なのではないかなと個人的には思っています。日本語版ではですね、まあ先ほど紹介した、まあこういった、まあ写真集がいくつも出ているほか、こちらのですね、まあこれ何度も紹介してますけど、この野草という、まあ美術雑誌ですね。私が持っているのはこのちょっと古いバージョンのあのベルメール特集なんですけども、もうちょっと大型になったですね、パラボリカビスから出している、新しい野草でもですね、ベルメールの特集再びやっていたりしますので、気になる方はですね、まあぜひ本屋や古本屋などで、手に取ってみてください。まあ、人形というのはですね、その彫像とかと違って、その美術史の中でですね、長らくその美術的価値というものをまあ認められてこなかった存在なんですけども、だからつまり子供のおもちゃだとか、まあそのからくりみたいな玩具でしかなかったわけですね。
しかしそんな人形、特に球体観察人形をですね、美術的価値のあるですね芸術品として、飛躍的にやはりその地位を押し上げたのはですね、このハンス・ベルメールという人の功績が大きいのではないかなと思います。まあそういう意味でもですね、デカダンなカルチャーが好きな人で、特に、人形が好きな人にはぜひ名前を覚えてほしい人になっております。そういう当の私もですね、球体観察人形のことを知ったのはこのベルメールがきっかけでですね、まあ、ベタというか何と言いますか。ということでこんな感じでこのチャンネルでは様々な暗く悪しく美しい文化を紹介したり体験したりしておりますので、面白かったためになったと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。合わせて Twitter や Instagram といった SNS もやっております。日々のつれづれのほか、動画よりももっとフランクにですね、様々なカルチャーなどの紹介もしておりますので、ぜひフォローいただければ幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう。